皆さんこんにちは。2月4日月曜日、リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団ベテル清水教会の井上です。御言葉を黙想すると神様の気持ちがわかるようになります。今日もご一緒に聖書の御言葉を黙想してまいりましょう。タイトルは、誠の主人を忘れ主人のように振る舞う者の最後。聖書箇所はマルコ12章1節から12節です。マルコの福音書12章1節から12節。それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。季節になるとブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。ところが、彼らはそのしもべを捕まえて、袋だたきにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り、恥ずかしめた。また、別のしもべを使わしたところが、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり殺したりした。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。すると、その農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば、財産はこちらのものだ。そして、彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。ところで、ブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。皆さんは神様を怖いと感じたことがありますか。私はクリスチャンホームに育ちました。神様のイメージはイエス様のイメージです。イエス様のように慈しみ深い方だと思って育ってきました。しかし聖書を読むと神様の怖い面がちらちらと出てきます。神様は愛なる方であると同時に義なる方でもあります。罪を許す方であると同時に罪を裁く方でもあります。旧約聖書を読みますと、預言者たちは裁きの言葉を語り、主に立ち返れとイスラエルの民を叱責しました。黙示録には最後の審判が描かれ、今日のテキストでも神様の裁きが暗示されております。今日はブドウ園の例えです。この例えには人間の罪の本質が描かれています。罪の本質は何でしょうか。神を神とせず己を神とする自己中心性であります。神のものを神に返さず、神のものを己のものとする、神に栄光を着さず己の栄光を誇る、これが
罪の本質です。今日のリビングライブの本文には、強欲は恩を仇で返す結果をもたらしますと書かれています。ヤコブの手紙一章にも14節、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すと死を生みます。イエス様はまさにこの罪の本質を例え話で明らかにします。もう一度この一節を読みます。それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。ブドウ園は神の国、イスラエルは神に選ばれ神の国に招かれました。農夫たちとはイスラエルの指導者たちを指します。貸してとあるように、彼らは神の国の管理者でした。しかし身分をわきまえず、主人のものを奪おうとしたのです。作り主なる神を神として崇め、神のものは神にお返しする、これが神に作られた人間のあるべき姿、本分であります。しかし神を神とせず、神のものを自分のものとしていく、その結果神との関係に断絶が起こる、この関係が断たれている状態を聖書は罪と呼びます。そして神様はこの関係を修復するためにしもべを使わしました。彼らはこのしもべたち、預言者たちを拒み、迫害して殺害しました。そして神様は最後の切り札として一人子を使わされたのです。6節、その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。これがクリスマスの出来事です。イエス・キリストの誕生です。まさに今、彼らの前に救い主が現れている。しかし彼らはイエスをキリストと認めず、心の内でイエスを殺そうと考えていた。イエス様は彼らの心にある罪の本質を明らかにしていきます。7節、するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ、さああれを殺そうではないか、そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。まさにこれは十字架を暗示しています。十字架で終われば農夫たちは勝利し、サタンの勝利であったかもしれない。しかしその直後に主人の怒りが爆発します。9節、ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。主は生きておられます。主はイスラエルを裁き、ブドウ園は異邦人の手に与えられていった。これはユダヤ人にとってはまさかの展開でした。しかしこれは聖書で予言されていたことであり、神様は何もかもご存知でした。十節十一節、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですが、家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石とになった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。まさにイエス・キリストはユダヤ人から捨てられ、十字架につけられました。しかし神様は、この捨てられた石の上に教会を建て、イスラエルが回復するのを待っておられるのであります。神様のなさることは不思議であります。私はここを黙想しながら、神の国を生きる私たちが同じ過ちを犯さないように気をつけなければならないと思いました。私たちは
罪を許されましたが、罪の本質は残っています。自己中心になってしまう。神を神とせず、自らの身分をわきまえずに、傲慢になってしまうことがあります。主を忘れ、裁きの座について人を裁いてしまうことがあります。主は生きておられます。主から作られたものとして、その恵みを忘れず、主に許され、そして恵みの良き管理者として、神のものは神に返し、主に栄光を期して歩んでいくものでありますように、イエス・キリストの御名によって祝福します。最後12節、彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。気づいたならば悔い改める必要があります。しかし彼らは気づきながらも自分の思いは変えず、イエスを捕らえようとしました。彼らは死を恐れず、むしろ群衆を恐れました。大切なことは、人を恐れるのではなく、神を恐れて生きることです。主は生きておられます。主を恐れ、イエスに従って、主と共に歩むものでありますように、皆によって祝福します。お祈りします。愛する天の父様、あなたの皆をあがめます。神様、あなたは私たちにいつも良いものを備えてくださっています。主の恵みの管理者として、主のものは主にお返しし、主に栄光を期して歩んでいくものでありますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。